白新君でございます、えー、本日は党委員会にお越しくださいまして本当にありがとうございます、えー、またあの皆様の様々なお話をお伺いしまして改めて拉致被害者の一刻でもあり 救出に全力を傾けていかなければいけないという決意を新たにしたところでございます、えー、時間も限られておりますので早速質問させていただきたいと思いますまずスクー会西岡参考人にお話を聞かせていただきたいと思いますがまあ、昨日の韓国大統領選挙の結果を受けて、えー、一つお聞きします、えー、先ほど西岡参考人からも主体的に日本が取り組めば というお話あるいは今の国際情勢をどう利用するのかという部分において、この拉致問題解決のためには、な、ま、ん、あ、だあかんだ言っても、韓国との連携というのも一つ、やっぱり重要な要素にあるんではないかと思うんですけれども、まあ、新大統領に対して、どう向き合うおつもりなのか、あるいはどういうふうな向き合い方をしたらいいのか、それがありましたら、お聞きしたいと思います。<は>西岡参考人実は私今朝ままでソウルにおりました 大統領選挙をウォッチしてまいりましたが、新しい大統領が選挙期間中に言っていた公約をそのままするとすると、米朝関係がかなり悪くなるんではないかという心配をしております、それは日米韓の連携が弱まるということになり、北朝鮮を利することになりかねないなと。 いう心配をしておりますが、まあ、公約選挙期間中の公約と実際、大統領になってからなさることが同じかどうかについては時間をかけて見なければならない、まあ、そのためにまず第一に誰に会われるのか選挙期間中はワシントンに行く前にピョンヤンに行くという公約をされていましたがやはり同盟国とまず話をする。その後 北に対してどういうふうに足止めを揃えるかということをしてくれるように、そして、えー、歴史問題もありますがあ、前政権のように歴史問題があるから合わないというのではなくて、ツートラックで、えー、歴史問題を歴史問題としてやりながら、しかし首脳会安倍総理とも早く首脳会談をして、えー、コミュニケーションを取ってほしいと、日本側はオープンしているというメッセージを、日米韓で連携しようというメッセージを出し続ける必要があるんではないかと思います。 白新君君。くんくんありがとうございます。ええー、飯塚代表、そして横田。参考人に、お聞きしますが、まあ、今の、あの、お、西岡、ーーースクあ、会会長。 つく会,会長のお話のとおり、やっぱり安倍総理がです、ね、今後、新大統領、韓国の新大統領とどう向き合っていくかというのは、一つの課題だとも思えるわけなんですけれども、えー、その安倍総理にこの新大統領と向き合うときのこんなこう望むことというのかな、まあ、そういったことがありましたら、一言ずつお話をいただければありがたいというふうに思います。はい、塚参考人 韓国とはあのかなり前から、この拉致問題に関して、共同して解決していきましょうという、そういった動きが実はありました、まあ、しかしながら、この長い間、韓国の状況というか、国民性も含めてですね、韓国人の拉致解業者を助けようという機運が全くなくなってしまったんですね。したがって我々も その辺はあのまはあ、言ってみれば、共同してやれるような状況じゃないということで今、今、その辺は少なくなってますが、あの韓国で,です、ねまあ、あの安倍総理に特にまあお願いするとすれば、えー、そういったあの韓国さええー、500人近くの拉致被害者がいるということを、もう一度予備を起こさせてですね、 共に戦っていこうというようなことを言い伝えるのがまた一つあるんですね、もう一つは、えー、逆にです、ね、韓国をあてにしなくてもです、ねえー、日本国自体でこの問題を解決すべきだと私は思うんですね。 あの当然、共同作戦、共同戦というのは必要なんでしょうけども、今までの経過から言って、またさらに今回の大統領になる人のことも考えれば、えー、共同補償というのはなかなか難しいかなというふうに思ってます横田参考人、お願いしますあ非常に難しい問題でですね、私たちはちょっとあのどういうふうにお答えしていいか分かりませんが、やっぱりあの。 結局、外交というのはみんなこの最終的にはその人とその人との,あの心の話し合いというわけですから、そういう意味で、前から私は前あの安倍総理にお願いしているんですけれども、早くあの金正恩氏の頃から、ですね早くトップ会談をしていただいて、きちんとその話をしていただきたいということをお願いしておりますので、今の今の金正恩氏がどのくらいあのそれを理解する人か分かりませんけれども、 あのやっぱり大変な問題なんだと、命の問題というのはそれほど大変な問題あのその国は、あなたの国はどうか知りませんけど、世界中がやっぱり命の問題は本当に大事に考えているんですよということをです、ね、はっきりとあの言っていただけるような、あのいいあの状況が生まれるといいなと思っております。白 えー、飯塚代表にお聞きしたいんですけれども、今、西岡会長の方から、活動方針についてのお話が先ほどありましたが、まあ、見返りの条件としてっていうかな、制裁の解除などにも言及されましたが、まあ、私もかねてからちょっと主張しているんですけれども、圧力だけではなくて、拉致被害者が帰国した際には、このようなことがしますよ、このようなことはできますよということ。 具体的なものを相手に提示することは必要だとも私は思っているんですね、まあ、私は例えば食料の中でも、米ですと軍事用に転用される可能性もあるんではないか、だからトウモロコシゃいいんじゃないかとか、あるいは子供用の粉ミルクだとか、それを段階的に出すという、こういったお考えというのは、飯塚代表としては、飯塚会長としましては、どうお考えでしょうか。飯塚参考人、えー、朝鮮え北朝鮮とのの交渉の場でですね 今の状況ですと、まあ、拉致を理由にした制裁をかけています、えー、その制裁を解いてあげるから、えー、被害者を返せというのは、ちょっとお違うんではないかと思うんですね、あのー、見返りという言葉が本当にいいのかどうかという私は気がするんですけれども、まあ、あくまでも北朝鮮に対しては、 国家犯罪である拉致被害者、これ、無条件で返すっていうのがまず第一条件だと思うんですね、その後ですね、もし水面下でいろんな話ができるとすれば、返せば北朝鮮そのものは潤うではないかということを認識させる、そこでさっき言ったあの見返りという言葉が出てくるというふうに思うんですね。ただあの馬に,に人参 っていうようよな感じではです、ねえー、向こうは多分受け付けないと思うんですまさにそういったことを理解させる拉致問題を解決すれば自らが潤うということを理解させるうこれが先決、あのー、だと思いますしその潤うというのは制裁を解くということも一つの大きな、えー、条件ですよねそれらも含めてそういったことがあ向こうに伝わるような 動きをしていただければいいなと思います。白新君君。 あの、ちょっと話に誤解があったかもしれませんけれども、今まさに飯塚代表がおっしゃったように。まあ、あの、こちらから、これだけ制裁解除しますから、返してください。そういうことではないということは、あの、ちょっとご理解いただきたいと思います。はい、えー、それで、あの、荒木さんに最後にお聞きしたいと思うんですけども。ストックホルム合意についてお聞きしたいと思います。えー、この間、まあ、損切り方をしが、拉致問題は誰も関心がないとかですね。まあ、極めてこれ失礼な話だとも、私は思っています。さらには、ストックホルム合意はすでになくなったなどとも、まあ、言ってるわけなんですね。これ、あの。 日本政府は逆にストックホルム合意は存在するというようなことを言ってますけれども、これでどう思われますか。新木参われわれはもう、ストックホルム合意については早くから、これはもう意味がない、もうすでに無効であるというふうに言い続けてまいりました。でえー、実際あのこれによる 作業が行われているという様子はもう全くありませんし、逆にこれは。外務省があの、これが合意が、あ、まあ、向こうでないということを言うための。理由で、ただ、続いていることになっているということだけの警戒したものだというふうに思っております。私たちは、あの、もう間もなく三年になりますので。その三年になった時期で動きがないということであれば、それを一つの。あの、時期として、えー。何らかの意思表示を。 するつもりでおりますありがとうございました。よ